6月4日土曜日、大安町両替池にある大安 B&G 海洋センター帝湖で、 NPO 法人いなべ市体育協会ヨット専門部及び大安 B&G 海洋センターによるヨット教室が開かれ、市内の小学3年生から6年生の12人が参加しました。この企画は夏以外の時期にも自然を満喫しながらマリンスポーツを存分に楽しんでもらおうと昨年に引き続き行われたもので、4日間にわたって開かれました。指導に当たっているのは B&G 海洋性レクリエーション指導員の皆さんです。ヨット教室開催3日目となったこの日は、帆を立てる時や係留する時に必要となるロープの結び方の練習をはじめ、方向転換、タッキングの指導なども念入りに行われました。参加した子どもたちは指導員の皆さんの話をよく聞き、要領よく1時間半ほどでマスター。いよいよ帆を立て、実際に体験です。ヨットは乗りこなすことが難しいと思われがちですが、子どもたちが乗り込んだこのヨットは大丈夫。比較的簡単にバランスを取ることができるジュニア専用の OP ディンギーです。最初は覚えたことを池の上でも実践できるか心配していた指導員の皆さんも、予想以上に上手に乗りこなしている子どもたちの姿を見て、その飲み込みの速さに驚いていた様子。親御さんからは、この教室は海洋性スポーツの楽しさを知るきっかけとなることはもちろん、水辺の安全知識もしっかり習得できるので、安心して子どもを参加させられると好評です。このヨット教室は今年10月にも開かれるとのこと。次は皆さんもヨットを操縦できる知識を身につけてみませんか？